が入れ替わります。完全に想定外でしょうね。そうですね、はい、いやーこれはヒルマン元監督の粋な計らいと言っていいんでしょうか。侍ジャパン栗山監督の今始球式が行われました。3万5000人のファンから大きな拍手が行われました。歴代の日本ハム3監督によりますこの始球式です。日本ハムという球団を作り上げてきたこの3人。